ホーリネス弾圧事件は、第二次世界大戦中に、ホーリネス系の教会が、政府から弾圧された事件である。日本のキリスト教史上、プロテスタント教会に対する最大の迫害である。小山宗介牧師補、小山宗介が1941年3月23日に、極中止した事件は、翌年のホーリネス弾圧の前ぶれだった。 1942年6月26日早朝、ホーリネス系の教職者96名が逮捕された。これが第一次検挙である。1943年4月に第二次検挙が行われて、第一次と第二次を合計すると、日本キリスト教団に併合されていた第六部60人、第九部から62人、妥協して教団に加わらず、宗教結社であった。 東洋戦教会清め協会12人、合計124人が逮捕された。これを受けて教団は、経験式行動を慎み、しばらくなり行きを生還すること、広告民たるの自覚に立ち、振動の実践を志すことを求めた。また、日本キリスト教団の幹部らは、当局のホーリネス検挙を歓迎した。第四部官、谷人主事は、彼らの熱狂的信仰は我々教団では、 手の下しようもないくらい気違いじみているため、これをご当局において処断してくださったことは、教団にとり幸いであった。と述べた。山梨教区長、小野善太郎は、対局的見地から言えば、こうした不純なものを除去することによって、日元教団のいかなるものかが一段に認められて、今後の運営上を変えて好結果が得られるのでは、ないかと考え、当局の措置に感謝していると述べた。 菅野英小出智春竹入高、池田長十郎裁判が行われ、134人の検挙者のうちの75人が起訴された。車田修司、米田豊からが実刑判決を受けた。全員が上告して、戦後免訴扱いになった。しかし最終的に、菅野英、斉藤康太郎、辻慶三、小出智春、竹入高、池田長十郎、 佐野明春らが告示した。1943年1月、大審院検事局が三教派の共通定義を行った。1943年4月、文部省は宗教団体法に基づき、第6部と第9部の教会設立認可の取り消し処分と教師を辞任させるように、日本キリスト教団の富田光通りに通知した。これを受けて、日本キリスト教団は、 獄中にある教師と家族に、教会設立認可の取り消しと、教師の自発的な辞職を求める通知を行った。そして、日本キリスト教団内のホーリネス系の教会は、強制的に解散させられた。日本キリスト教団財務局長の松山常次郎は、結社禁止は当然の処置であると思う。日本において、キリスト者が、再臨問題を取り上げて解くことが、そもそもの間違いである。 と述べた。富田通りは、ホーリネスの学的程度が低いからだと言って弁明した。1984年、日本キリスト教団は、当時の誤りを認めて、関係者とその家族を教団総会に招いて公式に、謝罪した。第6部と第9部の牧師と遺族が、52人が出席した。東大社52名起訴。ヤソキリストの新約教会22名起訴。 安息日、再臨教団42名検挙、基礎35名、極死3名、基礎されうち6名は信徒。涙の谷を過ぎるとも、小山宗介牧師保の極中自殺、坂本光志郎川で初望信者、戦時史も、キリスト教の抵抗と挫折、金田隆一信教出版社、日本海国とプロテスタント選挙150年代5回日本。 伝道会議命の,の言葉社日本キリスト教団史領集。第2巻125から 126AB。ホーリネスバンドの奇跡新教出版社717。大型守る。日韓教会成長比較文化とキリスト教師。命の言葉社 ISBN49 億3885万8037。戦時下のキリスト教運動参観同志社。大学人文科学研究所編。 戦時下のキリスト教運動同志社大学人文化学研究所編。ありがとうございます。